東京芸術大学大学院映像研究科では2014年度からリサーチ型アートプロジェクトのための人材育成授業、通称芸大ラムを実施しています。ドキュメントアーカイブプロジェクトでは、彩国経典帰去来の制作プロセスを映画監督藤井ひかるのディレクションのもとに撮影。横浜美術館で開催された展覧会の一部としてドキュメント映像を展示しました。また早稲田大学演劇博物館など都内のアーカイブ施設を訪問し、アーカイブの現状と可能性について議論しました。さらにアーティストコレクティブオルタの身体的空間的な表現活動をドキュメント化。詩人のバーバルアートユニットトルタとのコラボレーションでパフォーマティブなドキュメントとしてカルタを制作しました。